皆さんこんにちは。ギャンブルというとあまり親近感がありませんが、実は日本では男性の10人に1人はギャンブル依存症だと言われているほどです。芸能人でもギャンブル好きの人は意外とたくさんいますので、もしかするとあなたの好きな芸能人、有名人も賭け事にハマっているかもしれませんね。今回はギャンブル好きの有名人10名をご紹介しますが、どの方も一度は名前を聞いたことのある大物芸能人ばかりです。ギャンブルというと男性が好んですることだと思われがちですが、有名な女性芸能人もギャンブルにハマっているようですので、ぜひチェックしてみてください。吉高由里子、2004年に女優デビューをし、これまでに数々のドラマや映画、CM などに出演し、一流女優、芸能人である彼女、2014年には紅白歌合戦の赤組司会を務めたり、また女優として賞をもらうことも多く、幅広い分野で活躍しています。意外にもギャンブル好きだそうで、パチンコや競馬など様々な賭け事を好んでいるのです。特に競馬はギャンブル好きであることも縁あって、2011年には競馬関連の CM にも出演しました。特にパチンコはデビュー前からしていたそうで、地元である目黒区や世田谷区のパチンコ店ではよく来店する姿が目撃されています。ギャンブルが好きな理由は、人生はギャンブルみたいなものだからだそうで、言われれば納得かもしれません。小島春菜、2005年12月に AKB48 1期生としてデビューし、 AKB48 ではほんわかしたキャラクターで、モデルでは抜群のスタイルとルックスで一躍人気になった彼女、2017年4月で AKB48 は卒業しましたが、今はモデル活動を中心に芸能活動を行っています。そんな小島春菜さんは2013年から競馬番組に出演しており、ツイッターでは馬券を買った写真をアップすることもしばしば、番組内では予想もしており、2015年と2016年はプラス収支に収め、しかも2016年1月には780倍の馬券を的中させ、4月には548万倍にもなった万馬券を当てたことも、競馬ファンからも手堅い競馬予想はよく当たると評判なので、競馬をするなら今後の予想に注目した方がいいかもしれません。阿部寛、1983年にモデルとしてデビュー、ノンノやメンズノンノにてカリスマモデルとして活躍しますが、その後人気低下を迎えます。1987年からは俳優活動もするようになり、2000年代に再ブレイクを果たします。現在では様々なドラマや映画に出演しており、2012年には映画でその年の数々の賞を受賞しました。このモデルとしてデビューしブレイクした時期に投資用のマンションを買ったそうですが、自らの人気低下やバブル経済崩壊が重なり借金を抱えることに。俳優活動をするもののなかなか仕事が来ず、その時期はギャンブルのパチンコで生計を立てていたそうで、1日に25万円分負けたことも。さすがに今では息抜き程度にしかしないそうですが、それでもびっくりです。藤原竜也、1997年に当時15歳で舞台俳優としてデビューし、2000年には映画の主演に抜擢。日本の俳優では珍しく海外での経験もあり、ニューヨークやワシントンでの舞台経験からロンドンに留学までしています。プライベートでは2013年に一般女性と結婚、2016年に第一子の誕生を報告し、こちらも順調です。そんな藤原竜也さんは競馬と麻雀が趣味だそうで、よくされているとのこと。さらにパチンコも開示出演のために覚えたそうで、ギャンブル好きな有名人の一人です。クロちゃん、安田大サーカスのクロちゃんもギャンブル依存症の可能性があります。2017年にメンバーのヒロさんが脳内出血で緊急入院した時のことです。安田団長はすぐに病院に駆けつけたそうですが、クロちゃんはすぐにはお見舞いに来なかったそうです。安田団長がクロちゃんにヒロさんが入院したことを知らせたら、クロちゃんはパチンコ中だったようで、今パチンコ出てるんすよねと言ったんだそうです。このエピソードはダウンタウンデラックスで披露されています。人の命よりもギャンブルを優先させるなんて、ギャンブル依存症の可能性は高いですよね。ただクロちゃんの場合は
単なるクズという可能性も残されています。菊池亜美、菊池亜美さんは2006年に芸能事務所に所属し芸能人デビュー、2008年にアイドリングのオーディションに合格してアイドル活動を始め、2013年頃からバラエティ番組に出始めるようになりました。アイドリングは解散しましたが、現在ではバラエティ番組にて引っ張りだこになっています。そんな菊池亜美さんは2013年からカジノにハマっているそうで、友人とロサンゼルスやラスベガス、マカオなどに行き、勝ったらブランド品を買って、負けたら何も買わずに帰国しているそうです。3ヶ月に1回行っており、5万円が100万円になったことも。その時のブログにはブランド品のパンプスが写っており、かなりのカジノスキルがあると言えそうです。中森明菜、子供の頃から芸能界入りして、歌手として大ヒットを飛ばした昭和のアイドルである中森明菜さん、ラスベガスに通い詰めるなど、ギャンブル依存症なのではという疑惑があります。最近ではテレビの露出もなくなりました。しかし新事務所設立など新たな動きを見せてくれています。現在ではさすがにギャンブルはしていないのではないでしょうか。後藤真希、元モーニング娘。の後藤真希さんはモーニング娘。を卒業し芸能活動を休止している時に、朝からパチンコに興じている姿を週刊誌に報じられたことがあります。朝からパチンコ屋にいるということは、暇つぶしにちょっとパチンコをするというのではない、がっちりパチンコにはまっている可能性が高いですから、ギャンブル依存症の可能性があります。高島彩、元フジテレビアナウンサーで現在はフリーアナウンサーとして活動する高島彩さん、実はギャンブル依存症の疑いがあるんです。とても清楚で真面目なイメージがある高島彩さんですが、学生時代の雑誌のインタビューでは麻雀とパチスロが趣味と答えているんです。サミーの獣王がとても好きで、徹夜でパチンコ屋に並んだというエピソードもあるほどです。これは意外な事実です。いかがだったでしょうか。日々テレビや雑誌などにて華やかな活躍をしている芸能人、そんな有名人もプライベートではギャンブルくらいする普通の人です。世間ではギャンブルというとイメージがあまり良くないですが、綺麗なタレントさんや大物芸能人たちも賭け事をすると聞けばイメージが変わるかもしれません。また今ではスマホ1台で本格的なギャンブルが楽しめるオンラインカジノが人気になってきましたので、これから趣味としてギャンブルを遊ぶ方が増えていく予想ができますね。最後までご視聴ありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。